裏側におけるコロンバスとヴィンセンス日本人が描いたコロンバス号と米国水兵。コロンバスは法74門搭載のアメリカ海軍の戦列艦。その名を持つ艦としては2世紀目。1846年にはジェームズ・ビドル大将の機関としてペリーに先行して裏側に来航し、日本に通称の要求をしたが成功しなかった。 コロンバスは1819年3月1日、ワシントン海軍交渉で浸水し、同年9月7日に収益した。1820年4月28日、バージニア州ノーフォークを出港し、地中海において、ウィリアム・ベインブリッジ大将の機関を務め、1821年7月23日に、ボストンに戻った。1833年以降は、新兵収容官として、 復帰可能状態のママボストンに係留された。1842年8月29日、チャールズ・モーガン大将の帰還として、再び地中海に派遣された。1843年2月24日には、イタリアのジェノアを出港し、ブラジルのリオデジャネイロに向かい、7月29日に、ダニエル・ターナー大将のブラジル艦隊の帰還となった。 1844年5月24日、修理のためにニューヨークに戻っている。東インド艦隊司令官、ジェームズ・ビドル大将の上官後、1845年6月4日に、コロンバスは、甲州に向かい、同年12月31日、ビドルは、米国と中国との最初の通商条約の批准書を交換した。コロンバスは1846年4月まで杭州に、 止まり、その後日本との通商交渉を試みた。コロンバスは、領ヴィンセンスと共に、7月19日に、浦賀に来航した。浦賀を選んだのは、長崎では、オランダと問題が出る、可能性があり、首都である江戸から離れすぎていると考えたためである。しかし、条約の締結は、浦賀奉行に拒否された。ビドルには、辛抱強く、 敵外心や米国への不信感を煽ることなく、交渉することが求められていたため、数日の滞在でに裏側から退去し、日本との条約締結の目的は果たせなかった。その後、コロンバスは太平洋を横断し、12月にはチリのバルパライソに到着した。米北戦争の勃発に伴い、翌1847年3月2日には、 カリフォルニアのモントレー沖に移動した。しかしながら、西海岸で行動するには、コロンバスは巨大に過ぎ、このため7月25日には、サンフランシスコを出港して、ノーフォークに向かい、1848年3月3日に到着した。ノーフォーク海軍交渉において、コロンバスは復帰可能状態で係留されていた。南北戦争の勃発に伴い、 バージニア州が南軍に参加する可能性が高まったため、1861年4月20日、コロンバスは自沈し南軍の手に渡るのを防いだ。ありがとうございます。